こうやってマットレスの面にコーヒーでお使いいただくんですけれども、こちらの木綿綿ですと、寝る時の姿勢によって多少この、例えば体型ですね、こう猫背の方ですね、猫背の方とか、あと横になって眠る方の場合、ここに、かかる圧縮度がかなり強烈になってきますね。肩でぐっとこう押してくるような形になりますので、どうしてもその圧縮率がこちらの方が高くなりますので、下に例えばこういった先ほどご説明したマットレスの素材でも、これもちょっと比較的硬いタイプなんですけれども、こういったものを下に引くことによって、この圧縮の、この頻度をですね、軽減させることができるんですよ。ですからできればこの単独でお使いいただくよりは、むしろこういったマットレスのマットのこの素材ですね、先ほどと、全くこれ同じなんですけれども、中身がこういったウレタンの繊維ですね。でこういった素材のものを、下に引いて使っていただくことによって、保温性だけじゃなくて、この弾力性でも、このソフトなソフトって言いますか、この圧縮度をですね、多少軽減することができますことで、長期間にわたってご使用いただくことができると思います。